日本のホームランを放ちました吉野翼選手にお話を伺います。素晴らしいバッティングでしたね。ありがとうございます。最高でした。1本目のホームランについてどんなボールだったんでしょうか。まあ、2ストライク追い込まれてからの外の変化球だったんですけども、まあ、なんとかこう食らいついていこうといった気持ちが、まあ、風もあってうまく風に乗ってスタンドに行ったという感じですね。感触は良かったです。打った瞬間の雰囲気はなんか違っているように見えたんですが、感触は良かったんですか。いや、まあ、風があったので、まあ、越えるか最悪フェンス直撃かぐらいだったんですけど、入った瞬間ベース回ってて見えてなかったんですけど、二塁審判が手を振ってるのを見て入ったんだっていう風になって正直驚きました。そして2本目がツーランホームラン、これはどうですか。会心の当たりですか。そうですね、もう完璧です。100点満点のホームランだったと思います。どんなボールだったか覚えてますか。はい、初球変化球を見逃した後の、まあ、インコース甘めのまっすぐでした。今シーズン我々から見ると打線がもう一つかなと、バッティングがもう一つかなと思ったんですが、ご自身ではどうですか。まさしくその通りで、もう自分の原因でこれまでなんとか勝ってこれましたけど、苦しい展開にさせたのはもう自分だったので、でももう優勝がかかった早慶戦である以上はもう自分が絶対に、みんなを優勝させたいという気持ちがあったので、結果ホームランだったんですけど、チームをに、勝てる貢献する一打が打ててよかったなと思います。早慶戦でのヒットの数がこれで13本になりました、12本になりました。チーム1ですが、早慶戦男にどうですか。いや、まだ僕の師匠である蛭間さんの超えたつもりはまだないので、まあ、明日打って本物だと思いますし、明日勝って優勝してこそその早慶戦男というものが自分につけばいいかなというふうに思うので、まあ、まだまだ優勝するまでは謙虚にしっかりといきたいなというふうに思います。明日早慶戦男になることを期待しています。ありがとうございます。なります。ありがとうございました。以上、吉野選手の話を伺いました。